ミスター・プロスペクターはアメリカ合衆国の競争場。競争場としては体制できなかったが、タネボ場としては20世紀末で最も成功し、ミスター・プロスペクター系を築いた。母、ゴールドディガーにちなんで、ミスター・プロスペクターと名付けられた。セクレタリアと,と同世代だが、ミスター・プロスペクターは出世が遅く、大競争に出ていないため、 セクレタリアととは一度も対戦することはなかった。競争成績は14戦7勝。短距離の競争で2度のレコードを出したが、重賞は2度の2着がある程度で勝つことはできなかった。そして、マイル以上の距離では、低調なパフォーマンスだったことから、喫水のスプリンターであったことが伺える。種ボバ入り直後の3区には、小粒な総熟短距離場が多かったが、 1979年には2歳、リーディングサイヤーとなり、1982年にはコンキスタドールシェロがベルモントステークスを制した。その後、教養地がケンタッキー州に移った頃からクラシックホースを含む大物を出し始め、またサンクモも種ボバとして成功し始めた。1987から1988年にはリーディングサイヤーとなり、 大守護場としての地位を確立した。タフな守護場としても知られ、29歳で死亡した1999年にも種付けをこなしていた。子孫はダートの比較的長いところを得意とし、北米のクラシック路線で特に強い。北米でのシェアは2014年のステークス価値数で34%、2016年の種付け数で30%。 いずれもノーザンダンサー系に肉薄する。北米三冠レースに限定すれば、九百九十五から二千十四年の二十年間の勝ち数の約六割をミスタープロスペクター系が占め、ノーザンダンサー系の十七パーセント、ボールドルーラー系の十パーセントを大幅に引き離して、だ系統を圧倒している。特に長距離のベルモントステークスでは七割というかなり高い占有率である。 一方で、北米の二歳線や短距離路線は、ノーザンダンサー系がそのニッチを占めているため、相対的には、やや弱い。ありがとうございます。